はい、皆さん、こんにちは。僕です。ということで、今回はね、フレディを使ってファミレジで遊んでいきたいと思います。ということで、今回持ってきたパークなんですけども、氾濫する風のとね、天秤を組み合わせて、プロジェクションでね、ワンパン祭りにしていきたいかなと思います。まあ、チェーン系パークはね、いつもの通り破滅と堕落で持ってきました。アドオンに持ってきたのが赤いペイントブラシということで、初手からね、夢落ち状態に入りますよと。それプラス、錠剤の容器。ということで、断続的にね、ナイトメアの動きが見えるというアドオンでございます。さあ、これは値引きから狙っちゃいましょうか。うまい。いい旋回だったね。結構夢落ち解除してる値引きちゃんは、どうだろう。スネを置いてることに気づいてるかな、これ辺。ああ、でも直接行くんだ。で、さあ、まあ、ここの板入ってもらおうか。おっと、これはありがたい。これはめちゃくちゃありがたい。いたしたんだけ警戒して、フンヌに吊るしちゃいましょう。さあ、やっぱり天秤と相性がいいパークの組み合わせといえば、もうね、絶対に上がるのが氾濫するフンヌ。まあ、こちら、貞子のこういうパークなんですけども、まあ、結構ね、まあ、課金キャラで取得難易度は高いんだけども、この組み合わせはね、本当にめちゃくちゃ強いということで、僕の愛するパークの組み合わせだね。意地でもつけようとしたら、危ねえ、はめちゃってよかった。さあ、しっかり蹴っておいて、このままビルジーを狙っていきたいけど、引き継ぎに来そうだな。引き継ぎには来ないか。来てないっぽいな。まあ、ちょっとですね、向こう側、堕落が解けてないんで、プロジェクションで、ちょっと今回はね、最初の方はまだ移動できないんだけども、まあ、天秤はちょっと天秤で1分間あるんでね。まあ、多分見つかるんじゃないかな、こっち側から追ってたら。見つかりそうな気はするけど。さすがに隠密に入るか。あ、でも結婚は残ってるんだ、向こう側に。今いた？なんか足跡したような気はしたけど。声がつく。回してるかな？回してないな。OK。じゃあ、こういうの方飛ぶか。まあ、破滅が生きてる間は、どんどん見ていきたいね。発電機を。回してないな。隠密徹底してるのかな？それか破滅を探してるかどうか。まあ、ちょっとこういう側はね、絶対つけられたくないんで、こういうを守りながらね。やってんね。あれ？今やってたよね。音しなかった？全然出てこない。隠密部隊なんだけど。さすがにいるよね。だよね。まあ、一人小さいったら、そのまま。おー、みんないるな。まあ、やっぱり隠密してたよね。これの方行けよかった。まあ、出引きもう一回狙うか。これ次で2釣り目なんで狙っちゃいましょう。しっかり狙って、まだ破滅の位置も割れてないと思うんでね。で、出刃持ちであることは分かってるから、倒してもらって、OK。で、できるだけ固有の方に持っていきたいな。で、離れて、プロジェクションで移動していく感じだね。で、フンヌの位置の噛み合わせとかもあるんで、ちょっと怖いなと思ったんだけど、固有の2つにね、破滅割れたか。固有の両サイドにフンヌあるんで、これはラッキー生成。よし。奥に飛ぶより手前の発電機飛ぶか、これ。救助されたら。まあ、それもフンヌの動き次第ではわかるけど。さあ、おそらく破滅壊して救助行ってる人と、まだあの、寺子屋回してる人がいると思う。まあ、そこはつけられても全然 OK。救助行ってもらって、お、足跡あるね。これ行ってもらおう。そろそろ行くんじゃない？飛ぼうかな。OK。これはベストタイミングだね。よし。これがね、かなり強いね。で、天秤対象者なんで、しっかりダウン取っていきますよ、と。で、まあ、ボロ大会遅れ子かわかんないけど、手当てだけさせておいたら、ちょっとはね、アドになるんで、殴っておきます。OK。まあ、追い切ってもよかったけど、これ釣っちゃいましょう。釣っちゃって、まあ、どの道ね、固有で固まっちゃうんで、しんどくはなってくると思う。
まあこの天秤対象者以外にもね、4人全員の位置見えるんで、ちょっと全員の位置も把握しながら立ち回っていきたい。こういう回してない？いるね。出引きがそこで回復してるのはめっちゃありがたいね。これ楽に一作できるぞ。まあデッド派の持ちなんでそこだけ警戒してね。よし。まあ、DS だったらこれは仕方ない。これ釣る時間あるかな、天秤とフンヌ。ちょっとフンヌで見たい気持ちもあるけど。DS ではない。ちょっと見たいね。どこ行った？あ、そっち行く。じゃあ奥側だね。こういうの中行ってるから、こういうの中の発電機飛んで、裏から来てるよね。あ、ロッカー入ったね。オッケー。これが強いね。これがめちゃくちゃ強い。そう、これがね、僕やりたかったんですよ。やっぱり天秤と相性いいし、フレディのね、高速移動系とも、めちゃくちゃ相性がいい。オッケー。いいですね。あ、ちょうどこういう地下だったんだ。まあまあ今回フンヌなんで別にいいんだけど。まあスネアをちょっと付近に置いておこうかな。今回そんなに使ってないけど。一人左ぐらい行ってない。あ、行ってるね。よし。OK。さあさあさあ、このまま、もう一回こういうの方行こうかな。オフレコでガン回しかそのまま回してるかだけど、まあ、ザリーナだから多分オフレコでガン回しかな、これは。おっと、オフレコなかった。だったら DS の可能性はあるけど、DS もない。どう？あ、DS もない。じゃあもう一回フンヌに吊るしていきましょう。で、まあ、発電機蹴っておいて、で、また天秤かける感じかな。よし。いいね。いい感じ。まあ、初手で結構出引きがな早いペースで、ダウン取れたんで、それがまあ、幸運やったかな。いるね、一人。ってことは、もうビル G が救助行かないと、行けなくなったね。まあ、倒してもらっていた。OK。まあ、山岡はね、ちょっとね、板がね、少ないマップなんで、できるだけ先にね、パパッと板吐かせておいて、で、固める立ち回りがかなり強いかなと思います。OK。で、ビル G が引っかかる。直してんね。夢落ちから溶けて、発電機テレポートして、いるね、ビル G。OK。天秤でしょ。OK。で、今回、錠剤の容器があるんでね、断続的にナイトメアの姿が見えるということで、場所がね、距離がちょっと遠かったら、ナイトメアのね、姿が見えないから、予備動作も取りづらい。かなり強いパークの組み合わせだね。さあさあ、ダウンを起こしました。フンヌにもう一回釣ったんで、ちょっと天秤のね、クールタイムをちょっと待ちたい。ところだけど、多分下がって回復してるんじゃないかな、一釣りだし。ザリーナいた。まあ、いつでも帰れるんで、このまま下まで追っていきましょう。窓枠にスネをしっかり置いておく。よし。いいね。で、左側から攻めて、あ、これ一発もらう。これありがたいね。とてもありがたい。で、夢落ちから覚めて、救助行くかな？どうだろう。ちょっとね、フレディの夢落ち状態だとね、オーラ可視化系のパークがちょっと見えづらいんでね、そこだけがちょっとあれだな。今完璧にステイン隠し倒されてたけど、オッケー。で、これで見える。あー、ちょっと見えづらいな。手前でいいか。手前来てるね。オッケー。まあでも、天秤でも、もう負傷直してなかったんで、まあこれは、うん、かわされた。まあこれいけるかな。よし。どの道、もうセルキアも何もなかったかな、医療も。どの道きついね。結構今回、悶絶のフック生成めちゃくちゃいいんで、ありがたい。これね、悶絶のフック生成ひどい時はね、本当にね、めちゃめちゃ固まってるからね、それだけはちょっと勘弁してほしかったんだけど、今回は、ありがたい生成。いい救助。まあでもこれ天秤でね、天秤じゃなくて、フンヌで、姿がね、見えちゃうよね。
だからそのマップ端隠密も見れるということで、めちゃくちゃ強い。まあ、やっぱり高速移動系のね、キラー相性がいいね。まあ、フンナ、サダコのパークなんですけども、サダコが出た瞬間もね、ナースで、フンヌ天秤でやってみたけど、やっぱ異次元並みに強かったね。まあ、そりゃフレディ、テレポートできるフレディで使っても、そりゃ強いよねっていう、まあ、単純なね、お話なんですけども。まあ、何回も言う通り、取得難易度はちょっと高いけど。さあ、まずけておきましょう。見ておいて。まあ、夢落ちしてる状態なんでね、錠剤の容器で予備動作が取りづらいし、負傷者に行かせることによって、まあ、かなりね、自利品な状況になると思う。別にこれ負傷を負って、無傷の人にね、救助行かせて天秤を使う立ち回りの方が、天秤的には合ってたかもしれないけど。OK。これでもう一回戻りましょう。板吐かせたんでね。さあ、固有戻って、いるね。OK。これじゃあ先回りしようかな。まあ、真ん中は最悪全然ついてもいいから、固有のこの3つだけ上げられなかったら、OK かなと。オフレコではない。これ欲張りたいね、ちょっとね。欲張れないかな。OK。で、歯吐いたけど、ちょうどスネアがあって、かき消されちゃったね。OK。よし。全員飛びかくなんで、このまま、まあね、フンヌに釣っても、どこで釣ってもいいかな。よし。いやー、これ結構完璧なフンヌと天秤の、生かし方ができたかなと思います。で、一人夢から覚めたんで、ある程度の、あ、いるね、頭がちょっと見えちゃった。よし、おー、不滅、いいパック持ってるね。結構最近やっぱりキラーとかのね、レベルが上がってきて、ストライク警戒とかね、よりするようになったんで、不滅結構ね、ランクマだと結構刺さるかなと思います。デッドハードか。まあ、ハツの位置も分かってるんで、もう釣っちゃいましょうか。釣っちゃいます。クメちゃんね、本当にだいぶ刺さると思う。よし。じゃあ、適当にフックに釣っていって、ハツ閉めてゲート戦かな。まあ、しっかり夢落ちはね、回避してるんで、ゲート前にスネアを置いても、痛い、今。なんか、サウンドメーターが入ったような気がしたんだけど。気のせいかな。スネア置いて、このまま、夢落ちしてもらって、絶対に踏まなくちゃいけないような、立ち回りしようかな。まあ、出血直したんで、そんなに、即開けゲートはやってないと思うけど。ただまだ夢に入ってないんでね、この間に即ゲートやられてたらちょっと、厄介。夢落ち入るまでちょっと待ちたいけど、やってないね。あ、いた。これ見つけれるのはでかい。2割ぐらいやってたのかな、ランプつけずに多分。さあ、一発切る。そこへ行き止まり。まあ、諦めてるっぽいな。OK。さあ、このまま釣っていきましょう。ということで、今回使ったのが、天秤とフンヌの最強組み合わせ。2プラス、錠剤の容器でね、予備動作を遅らせて、まあ、ペイントブラシで初動から夢落ちと。まあ正直、フレディのアドに関しては結構、まあちょっと言葉遣い悪いけど、そんなに強くないんで、やっぱペイントブラシがデフォルトになってくれないと、フレディは結構しんどいね。だからちょっとコスパは悪いんだけど、ちょっとペイントブラシ使って初動から夢落ちさせるような構成でやってみました。ということでね、皆さんよかったらこの構成使ってみてください。ということでね、この動画が面白ければ、高評価、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。